こんにちは、末広です。本日の動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画はデザイン等を外注する方法、低コストで外注先を見つけられるサイトの紹介をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではもう外注先を探すなら、ここならですね。こちらのサイトですね、500円から、外注さんを探すことができます。とてもリーズナブルでね、いい仕事をしてくれる、外注さんがたくさんいますので、こちらの方を紹介したいと思います。で早速、ココナラのページに行きたいと思います。はい、こちらがココナラのトップページですね。これはですね、いろんなジャンル、カテゴリーですね、いろいろ仕事を受けたまわってくれる外注先がありますので、こちらから選んでいただいて、こういうふうに細かくありますの で、ブログのヘッダーデザインでしたら、こちらですね、画像デザインの方から、でこういうふうにバナーデザインなどをあります。はい、そうしますとこのようにですね、おすすめ出品サービスのおすすめといろいろありますので、こちらからあなたの条件と合う方を選んでいただき、仕事を外注してもらうということですね。ね、この価格を設定選択、お試し枠をやってる方も、たまにいますので、こちらも見つかればラッキーですし、とりあえず500円と設定してみましょう。でお届けの費用選択とか、こういう感じでいつ仕上ができるのかとかですね、それで条件を絞って検索する。そうしますとこういう感じで出てきますので、ありますね、無料お試しとか、こういう感じでですね、こういう紹介文やこの、条件内容を読んで相手に仕事を依頼するという感じですね。ロゴのデザインとかもありますね。あと YouTube の動画の、オープニングやエンディングとかね、そういうのもありますので、こちらもこのココナラから、探して外注先を探して、仕事を依頼してください、ね、自分の不得意な分野はもう外注さんに任せて、要するに他人の時間をお金で買うってことですね。お金を払って作ってもらって、でその間に作ってもらってる間に、あなたはメルマガやビジネスのこと、自分のやるべきことに集中しておけばいいということですね。そうすることによって、時間の使い方ですね、うまくなっていくということですね。自分の、得意じゃないものはその得意な人にお金を払って作ってもらう方が、一番、賢い時間の使い方だと思います。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。